はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3では続きをやっていきたいと思います。今ノアニールにいますけれども、一旦ちょっとロマリアへ飛びましょう。で、東の地ですね、アッサラームを目指すことになります。ここら辺はもう攻撃でいいかな。ま、ゆずちゃんがとりあえずある程度のダメージを与えてもらって、あかねちゃんでいいね、いいね、そこそこ当たるね。あかねちゃんの攻撃も毒消し草を盗んでいた。で、ミカミックスくんはブーメランになってるはずなんで、もうグループ系の敵は戦いやすいね。そうすると一網打尽にできるはずだ。おら、ブーメランでさ倒されるってどうなのよ、このヴァンパイア。あれ、ヴァンパイアのくせに昼間出てくるんだ。ゆずちゃんレベルが上がりましたと。いや、いいね、いいね、やっぱりセクシーギャル上がり方がいいね。うわあ、暴れざる、こいつから先に始末しておく。まかねちゃんはイオを使っていこう。どんどんアッサラームに行けばね、普通に宿屋で泊まれるんで。ギャー、マホトーン危ねえ。イオ行け、効かないとかイオってさ結構効かないやつ多くね今思ったんだけど、普通の敵にしては魔法耐性ありすぎでしょう。で、右上に洞窟も見えますけれども、まちょっとまずは町に立ち寄りますか。で、寝ましょう。あれ、話せない。で、新しい町に着いたので、とりあえずアサロー、なんかないかな。盗賊の花って何、残りを知る、あと2個。あ、これいいね。でも町で使うとこれであと1個。アッサラムの町にようこそ。この町の名物はベリーダンスだ。楽しんでいくといい。ベリーダンスって何、偽踊り子に注意、甘い言葉には気をつけましょう。マジか、そういうことが起こっているのか。この劇場は夜になると始まらない。練習の邪魔をしないでくださいね。はい、腰を振って1212と邪魔しよう。ルンルンルン、みんな頑張りましょう。弱音を吐いちゃダメよ。はあはあ、お姉さん私もうダメ。あら、私ったらまた間違えちゃった。ここはいけない。あ、そうか、いけないところがあるから回収できないかもしれないね。おお、私の友達お待ちしておりました。売っているものを見ますか。はい、簡単に言うとここマジぼったくりなんだよね。薬草128ゴールドいらんえ、これってさ16ゴールド倍だからね。旅の人、ここは本当にいい街だぜ。特に夜はね、わっはっはと。おや、あなた見かけない顔ですね。一つお教えしましょう。この街で物を買うときは欲しそうな顔をしないことですよ。欲しそうな顔をすると高く売りつけられることがある。ふん。何年前くらい、何年くらい前だったか、あの勇者オルテガが鍵を求めて南へ向かったらしい。しかしオルテガならたとえ魔法の鍵がなくても道を切り開いたであろう。俺もあの男のようになりたいものだって。結局さ、ゴリ押しじゃねえかよ。あなた知ってますか。いいえ、西の砂漠にはイスという国があるそうですよ。そんなこと言わずに聞いてください結局同じかい。砂漠を南に行き、山伝いにあるクト沼地に祠がある。そこの老人が魔法の鍵のことを知っているらしい。武器と防具の店、毛皮のフードとかあるね。まあ普通の感じかな。こっちは道具屋、毒消し草、満月草で、ここはここはグガーグガーここでもうすでにあれ、びっくりマークが立つんだ。夜なんすよね、販売してるのは。一応見ましょう。魔導士の杖、ホーリーランス、鉄の斧。ホーリーランス見てみる。36,800円もうこれどんだけさぼったくるんだよ。
で、ここも鍵がないと開けられませんね。じゃあちょっと一回夜にしますか。でイシスもねそれなりに近いっちゃ近いんだよね。イシスで買い物をするかどうするか。でこれは向こう側に出る洞窟にはなってるんですけど、上に行って井戸の中とか覗ける。さてここは何かある。一応見てみよう。盗賊の花1個。何あるかちょっとしらみつぶしに行こう。これはあった、命の木の実。こういうの無理だよ、盗賊いないと本当無理だよ。メダルがね隠されてると、わしはホビットのノルド、旦那方はなんだね、さあ出て行きなされまあ確かにね、勝手に人の家へ入ってきて持ち物パクって去ってくからね稽古着と棍棒ってさ絶対あいつの装備でしょひでえやつらだよな。盗賊一家だよね、盗賊一家で有名になりそうだな。4人組が突然現れてわしの棍棒と稽古着を持って去っていったのじゃみたいな。暴れざる、これはどうしようかな。あかねちゃんをギラ使うか。うわ仲間なんて呼ぶんだっけ。くらえどうしようかな。もうガンガン行こうぜにしちゃおっかな。とりあえず夜にするだけだからね。あかねちゃんのレベルが上がりましたと。ボミオス、あルーラーも覚えた。暴れざる、もう全員ガンガン行こうぜにしよう。いけガンガン行こうぜにした時にね、ももちゃんが普通に攻撃をするかどうかなんだよね。ラリフォーとかねそこら辺唱えてくる可能性があるからギラ、よしよしよし。この AI は状況に応じて魔法を唱えてくれるかな。ま、一旦は夜にしましょう。これ本当に夜にならないと夜にならないからねアギズモ。おらっ、いやこれでさらにゆずちゃんが攻撃すればほぼ壊滅できるでしょう。いいね、サクサクサクっといくね。夕方が意外に長い。やっぱり素早さって大事だね。そう思うと先手を取れるっていうのがでかいからな。だからブーメランとゆずちゃんの攻撃がもう最初に入ってくれれば大体のモンスターは片付けられるからね。これは大丈夫でしょう多分ダメだこれダメなんだっけ。あんまり夜までしないからね。もう一段階か。これはあれだね、夕方だね。まだで、バリードッグは倒せないか。やはりヒャトは強いね。意を唱えていいよ。よしよしよし、これで本当に夜どうよ。おお、音楽が変わっている。ここのお風呂男女混浴ですって。いやーねー、いい風呂じゃないか。グーグーてかこの風呂さ仕切りがないんだけど。むにゃむにゃ
パクパクしましょうって、ちょっとこれは後にしましょう。気が変わった時に話しかけましょう。ここは劇場です。ごゆっくり楽しみください。話しかけないでください。ビビアンちゃん、ベリーダンスはいつ見ても最高ですね。あら、お客さんも一緒に踊りたいの？シャンシャンシャン、はい、腰を振って。私はビビアン、この劇団のスターよ。私たちの肌や衣装には触らないでね。お触りなしか、それは残念だな。上に登ってみますか。特に何も見つからなかった。わしの娘に変な気を起こさぬようにな、わはは。娘？下にいたこの女性のことか。てか娘を商売の道具に使っているのか。父親の風上にも置けないやつだな。これは一緒か。こいつずっと起きてんのか。不眠不休、毒牙の粉を使うと魔物の頭を混乱させることができる。でこいつが起きてるんで見てみましょう。鉄の斧があるね。だいぶ攻撃力上がるけど、そうだ、あれだからだ、ブーメランだからだ。ブーメラン系にしておこう。特にって感じだね。イシスで買い物をしますか。そうするとで、あそこの扉は開けられないので、じゃあこのお姉さんについていきましょう。パフパフしよう。このさ、ミカミックス女性3人連れてさ、パフパフしますかって言われてついてくんだ。あら、そんなにいっぺんにお相手できないわよ。一人でついてきていい？はい。いやドキドキするね。いやね、不潔よ。いや、ゆずちゃんに言われてしまった。しかしそれでも行くというのが男の性だね。ベッドに座っててね。ベッドに座るんだ、寝てるわけじゃなくて。明かりを消して暗くしてもいい？いや、明るい方がいいよ。OK 強引に消された。うっぷ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 って言ってる。これは気持ちいい。どうだ坊主、わしのパフパフはいいだろう。私のお父さんよ、パフパフはとっても同時なの。わはは、じゃあわしはこれで。どう、肩こりが治ったでしょ。また来てね。あ、肩こりなんだ。金は取られてないかな。ただでやってくれんだったらいいよね。ただで肩こりが治るんだったら。何も聞きたくないわ。さあ行きましょう。手厳しいお言葉で。絶対さ、いや肩こりだったんだよって言ってもさ、完全に言い訳にしか聞こえないからね。そんな嘘言っても、なんでそんなすぐバレる嘘をつくのみたいな。それが辛いところだな。まあ元々はやましい気持ちでやってたんでしょうがないけどね。じゃあ砂漠に入りますか。火炎ムカデ、こいつなんか炎入ってくるんだっけ。敵が1体の時はヒャド、グループはギラ、全体攻撃はイオト。まあ魔法使いやっぱりここまで覚えると隙がないよね。地獄のハサミとかも新しい敵で出てきてるね。魔法トーンだけだね、やっぱりちょっと怖いのは。硬い、敵一体に対するアタッカーがいないからな。じゃあまずはここの祠に行きましょう。調べる。小さなメダル、よしよしよし。今小さなメダル何枚目だ。何にもありませんと。魔法の鍵をお探しか。はい、鍵は砂漠の北ピラミッドに眠ると聞く。しかしその前にまずイシスの城を訪ねなされ。確かオアシスの近くにあるはずじゃ。いや別に何も言いますまい。盗賊、ああ間違えた、知ってるよ。あと1個こん中とか。あ、これか、おてんば辞典ね。よし、もう用はない、さらばだじじい。カエムカデ、ゆずちゃんとミックスのペアで倒したいけどちょっと攻撃が遅いね。あかねちゃんもね、こうイオとか唱えるときに早めに唱えてもらいたいから素早さを上げておきたいんだけど、ミックスもな攻撃力上げておきたいね、じゃなくて素早さ上げときたいね。マホトン、わあ封じ込められた。いやスクルトはきついぞ。スクルト110とか
すんげえ上がってんだけど。勝った、無理だこれさ。あかねちゃん魔法塔になってるからな、まずいんじゃないか。まさか魔法塔がここまでの効力を発揮するとは。ダメだ、もう地獄のハサミ通らないわ攻撃が。ももちゃんも魔法トーンか。これはちょっと鋼の剣に変えよう。確実に地獄のハサミを倒す。キャットフライはもう、うわ勝った、マジですかこの硬さ。ギラでどうだ、もう絶対通らないよ。で魔法トーンって自然回復しないよね。痛い、14か、もう一回いけるな。ちょっといや硬い硬い硬い、キャー死ぬこれで倒してくれ、あぶねー。いや今回のコンボは苦戦したね。魔法トーンスクルトコンボで、ここか、町と城こっちからじゃいけねえし。え、これって分離してるんだっけ。街をまず見てみますか。砂漠の国イシス、今は亡きファラオ王の作った国です。この国を治めているのはとても美しい王女様だ。お主も王女様が見たくてはるばるやってきたのであろう。王女様ってそんな簡単に会えるの。なんかここら辺なんか、ああ、あるあるある。小さなメダル。よーしよしよーし。ちなみに何個あんの？あと3個。まあ、それなりにあるね。ソクラスのことを笑えまい。人生とは、ああしたものかもしれぬ。ソクラスってソクラテスのことかな？あ、ソクラス。こうして夜のを待っています。でも夜になるとなぜか朝が待ち遠しくなってしまう。砂漠の北にはピラミッドと呼ばれる王家の墓がある。俺も行ってみたいものだが、何しろ何千年も昔からの神聖な建物。下手に近づいたり宝物に触れたりしたら呪われるに違いない。小さなメダル、お、わりかし小さなメダル溜まってきたね。武器と防具とホーリーランス、僧侶が装備できる。絹のローブ、もうわりかしみんな防御力が上がるね。鉄の盾、鉄兜と金が足りん。ちょっと一回探索をしよう。ここの井戸は何だ？あ、普通に水か。魔物たちの恐ろしいこと。しかし王女様の美しさやここまで旅をした甲斐があったというもんです。冷たい水はいかが？水は私たちの宝ですわと。この商人のおっさんさ、あれ？井戸を覗く前に素早さの種をゲットした。旅してる人たちってほんとすごいよね。てか何これ神聖な感じで宝箱が。勇気100倍、ちょっと待って、勇気100倍って何？性格が変わる。なんか勇気使う。ミックスにしてみよっか。パラパラと眺めた。必要以上に勇気が湧いてくる。無鉄砲なほどの勇気。それさ無鉄砲、あ、苦労人、どういうことよくわからんが、まあいいや、苦労人になっておくか。女性3人引き連れてるからね、そりゃ大変だよ。女性を束ねるのはね本当に大変です。道具屋ですと、まあ、特に普通だね。ターバンとかは別にいらないからな。今日もかなり負けちまったと。ここはモンスター闘技場ですね。モンスター同士が戦うと。まあ宝がなければいいや、やることはないんで。全然効率は良くないですからね、そのお金集めの。ここも探そう。捨ててこパンツいらんわ。少しだけたくましくなった、そんな気がした。うちの主人はこの町で武器と防具の店をやっておりますので。おほほほほと。盗賊の花、宝はない。いや役立つわマジでゆずちゃん、どうです歌は。ラララ、星降る腕輪をつけたのは素早さ上がって嬉しいな。で、あと1個くらいあるかな。ちょっともう1回盗賊の花、あと1個。
そうするとなんかもうこういうところかな、この宝箱っていうか、あれも調べたしね、壺。あー、ここだね、小さなメタル。こういうところにも普通に落っこってんのか。ちょっともう最初の街とかこういうのがあったらわからんからな。もう一回探索をし直すか、裏で。で街的にはもうだいぶ見たかな。行ってないところもないよね、宝も全部取ったし。じゃあちょっとお城に行きましょう。イシスの城にようこそと。だだっ広いね。ま、普通に正面から入っていきましょう。にゃーんと猫ばっかりで、例によって盗賊の花9個いっぱいあんな。古い書物によるとピラミッドにはいろんな仕掛けがあるらしい、気をつけるこったな。こういうところに、あれ盾が飾られているか、槍が立てかけられている。あー、入れない扉になるとね、もうちょっとお手上げだからな。4つ、ん、ジョー様もきっと気になんだ気にかけてくれる的な。ピラミッドは王家の墓、亡くなった王とともに多くの宝物も埋められた。じゃがピラミッドを荒らす泥棒は後を絶たず嘆かわしいことだ。ちょっと待って、これ本棚的なの見たいんだけど。負けたらあかん、そうだよな。で、4つだからもう宝はないか、大丈夫そうだね。さて上に登りましょう。王女様をお守りするのが私の役目。ああ、私はなんて幸せな男だ。俺は王女様のためなら死ねる。ああ、王女様ってそんなに。子供が歌うわらべ歌にはピラミッドの秘密が隠されているそうですわ。でも私には何のことやらさっぱり。この子供はなんでここにいるんだ。託児所かな、この部屋。ねえ、一緒に歌おうよ。まん丸ボタンはお日様ボタン、小さなボタンで扉が開く。東の東から西の西、うん、東の東から西の西で小さなボタンってことね。我が女王様に怖いものなどありません。たとえ魔物といえどもその美しさの前にひざまずくでしょう。そんなことはないでしょう魔物はそんなこと考えないからね。私たちは女王様に仕える女たちです。イシスに住む女なら誰もが憧れる役目ですわ。皆が私を褒めたたえる。でもひとときの美しさなど何になりましょう。ここら辺は経験値です。記録しますと。ずっと中断セーブばっかりだったかな全然セーブしてなかったね。ま、中断セーブもね、普通のセーブ機能と全く変わらないんで、あなた方の旅の無事を祈ってますわ。特になんか情報くれるわけじゃないのこれ下に落ちるとここまで落とされんの、危険だなあれ柵とか何にもなかったけどさ、大丈夫か、子供たち落ちないか。じゃあちょっと夜にしましょう。またここら辺の敵強いからね。これはもう夜になったかな。火の息吐いてくるか。あ、そうだ、鋼の剣を装備してたんだっけ。まあ今は1体だったから全然良かったけど。ではちょっと夜になったっぽいんで、夜の街を探索しましょう。ここにいると死者たちの声が聞こえてくるようです。我々もいずれはこうして土に帰るのですね。こいつさ夜や墓場にいるのか、ちょっとやだな。で、ちょっとソクラテスちゃんの家に行きますか。もうアイテムはないんだよね、ここ。あとはこいつの本棚とかね。早く朝にならないかなと。頭が冴える本、ちょっと一回道具を整理しよう。どん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 全部、あ、毒針しまった。そうするとあれだ、ブーメランだ、ブーメラン、ブーメランを出しておかないと。で、ブーメラン装備しておこう。もう OK、 刃のブーメランが欲しいよ、刃のブーメランが。ちょっとブーメランだけでは今のところ心もとないからな。で、神父さんは
年中無休と。あれ、あいつ川の中に入ってるけど、近づかないでこっそり水浴びしているんだから。こっそりっていうところじゃないでしょ別に。ここあれ、歌の人歌の人とさっきの下の歌の人違うんだ同一人物かと思った。で、あとはじゃあちょっとお城に入っていきましょう。夜のお城に忍び込む。特に夜も普通だね。で、ちょっとね、横から行けるんだけど、もう先横から行っちゃおっか。用事は先に済ませておこう。このまま脇から入って、で、この階段に行って、で、さらに上に行って、階段を降りますと。で、宝箱をゲットしましょう。星降るでは。で、骸骨が現れ、わしの眠りを覚ましたのはお前たちか。まあ別に普通に入れ。では、その宝箱の中身を取ったのもお前か。はい。お前は正直者だな。よろしい。どうせもうわしには用のないもの。お前たちにくれてやろう。では。では、ありがたく使わせていただきますと。で、星降る腕輪は、素早さが19から38になってるんで、これ単純に素早さが倍になりますね。で、これをゆずちゃんに装備させると、ゆずちゃんに装備させるとガーターベルトが外れるのか。マジか。素早さ142はでも超魅力的だからな。でもガーターベルトレベルを上がる前だけっていうのもちょっと無理だしな。もともとの性格なんだっけ、切れ者でしょ。ちょっと切れ者はあれだな、本当にないの。なんか負けたらあかんとかな、そんなんでもな。おてんばおてんばでもないからね。どうしよう。負けたらあかん、おてんば辞典、悲しい物語、何か変えよう。やっぱりおてんば辞典、おてんばでいいのかな。ゆずちゃんおてんばだからね。元気いっぱいだった幼い頃の記憶が蘇ってくる。ちょっぴりおてんばになったゆずちゃんおてんばになっちゃった。で、ガーターベルトはじゃあももちゃんに装備させるか。よし、ももちゃんがセクシーギャルか、なんかいいね。まあ、これでゆずちゃんはもうほぼ最初に攻撃できるかな。で、防御力も多分めちゃくちゃ高いはずなんで。で、これ真ん中ってなんかあったっけ。特になんもないかな。では普通にお城の中も見ていきますか。そうするとなんかもうちょっとな、ダッシュ的なものができると嬉しいんだけど、せめて街の中とかね、やっぱり歩く速度っていうのは結構ストレスになりますからね、遅いと。で、普通には一応入れるのか。で、兵士たちは寝てますと。こいつはここで暮らしてんのかお城勤めなんだね。単身赴任的なあれか。あ、こいつらは起きてる子供とかマジここで寝てんの。床が冷たくて眠れない、これ虐待だろ幼児虐待だぞこの城。小さなメダルそうか、ここあれ見てなかったね。あと何個あるのかとか。もう宝はないか。いやー、ちょっとイシスの国の闇を見てしまったな。幼児虐待、飛び降りよう。そして虐待された子供たちはここから飛び降りてみんな身投げしていくのか。じゃあちょっとメタルが集まったのでアリアハンに行きますか。そう、ルーラーを使うとね、朝になるんですよ。で、アリアハンちょっと見てみる、盗賊の花。ああ、宝はないね。よしよしよし。で、メダルのおじさんのところに行きましょう。ここはちなみに宝はない。こんなところに家が建ってるからね水には困らなそうだけど。
ちなみにここってなんかさあんの？宝はない。宝箱4つあるけど宝はないっていう判定だからね。全部で16枚、15枚。よし、刃のブーメランをゲット。次は力の指輪か。これも欲しいね。ということはもう5か。まあ5上がるだけでもだいぶいいかな。さて、じゃあちょっと久々にアリア班に帰ってきたんで家で寝ますか。家で寝てピラミッドの方に向かいたいんだけど、ちょっとこのレベルとかでどうなのかな。装備は整えますか。でピラミッドはね、魔法が使えない区域があるんで、薬草をねちょっと買い込んでいかないと結構きつくなると思うんで。さてさて、じゃあ一旦石巣へ飛びましょう。でこれはもうあかねちゃんがいいね。自分のマジックパー超少ないからね。でいらないものはまた全部売り尽くして、で装備を整えますか。あ、ここに銀融詩人みたいな人いたね。全然気づかなかった。まずは売ろう。売って金にしよう。ブーメランって他誰か装備できるのか。ちょっと待って。あ、ゆずちゃん最初にブーメランどうだろうな。持たせて装備させよう。ブーメランで生きるか。でチェーンクロスはさすがに持っておこう。銀のロザリオも持っておくでしょ。でそうすると命の木の実、棍棒はまず絶対いらない。稽古着もいらない。あとは捨ててこパンツもいらない。鎖がもういらないっしょ。革の鎧という感じか。で絹のローブだね。これ3つ買えるけど、ゆずちゃんの防御力高すぎだなこれ。自分の防御力を上げるか。絹のローブは2つ買おう。ももちゃんで、あかねちゃんと、あと自分もちょっとやらないといけないから鉄の盾を買おう。800円。鉄カットも欲しいからな。売れるもんは売るか。青銅の盾、ちょっと待って、青銅の盾、あー大丈夫か、みんな装備してるよね。で革のドレスで、革のドレスを売ろう。でそこから鉄兜、よし。ホーリーランスか。2300円はちょっと高いな。金の冠とか持ったまんまだったね、そういえば。まあいいか。よし、これでまあ命の木の実は自分に使おう。3、素早さの種も自分に使おう。1。あと道具屋どこだっけ。ここか。薬草ちょっと、8個で72円。いいねいいね、持ちきれない分は入れといてくれる。ちょっと待って、1個にしちゃった。9個。まあ1回の探索でちょっと終わるかって言ったら厳しいところはあるんだけど、敵もね結構強かったと思うんだよね。そのミイラ男とかそこら辺がね出てきたと思うんで、探索は2回とかに、まあ下手したら3回とかに分かれるかもしれないんですけど、まあまずはピラミッドに向かいましょう。何はともあれ。いや地獄のハサミはだから硬いんだよね。これはちょっともう鋼の剣にしよう。あ、ゆずちゃんとかあれなんだね、装備変えらんないのか。ゲーキタースクルト、あかねちゃんのヒャドに託そう。いや魔法使いいいわ。これもう無理だよ。
うわ、またスケルト、地獄のハサミ。しかしシャドウの前にはそんなものは関係ない。じゃあユズちゃんに刃のブーメランを装備させるっていうのもありかもしれないね。61か。チェーンクロスって、あ、俺装備できないんだよね確か。あ、そうだよね。ブーメラン、ブーメランでいくか。これなんか落とし穴にはまってるな気がするんだけど、ほらで、こっちとかってなんかあったっけ。もうなんとなくでしか覚えてないからな。隠し通路があるんですよね、大王釜。これはもうブーメラン、ブーメランで数を減らす。遅い、ミックスは遅い。やっぱりウォラリホー書き消された。あ、ここか、呪文が書き消されるっていうかさ、普通に、あ、俺刃のブーメランじゃなかった。あかねちゃん魔法唱えるのか、ちょっとアホだなアホの子になってしまった。リレミトとかも唱えられないか。そうすると階段があって、ここに出てくるのか。ピラミッド全域が魔法かき消されるんだっけ。っていうか外に出る羽目になる。でちなみにこれさ、一回外に出ると、うわ、落とし穴が見えなくなってる。いや、どっからどう行くんだっけな。この宝箱とかなんかね、人食い箱とかがほらねいるんだよね。人食い箱って今どうだったっけ。ちょっと作戦はもう全員命令させるにしよう。ここはで、鋼の剣にして、でゆずちゃんもチェーンクロスで、ももちゃんは攻撃、どうしようかな。カネちゃんも攻撃しとくか。ちょっとマジックパワーはゴーッマジか、人食い箱ってこんな強かったっけ。これはちょっとシャドウやばい、一発で死ぬ。ちょっと待って、これは早々に撤退する羽目になった。棺桶2つ、いやー、人食い箱とかすんげえ強えな。よしよし、とりあえず撤退できたからもうルーナで帰ろう。宝箱開けるたびにさ、こんなになってたらちょっと身が持たないな。かといってね、宝箱開けないわけにもいかないから、インパスがあればね、そのミミックとかが入ってるのか、お金が入ってるのか、道具が入ってるのかっていうのが見破れるんでね。そういう時にはさ、インパスもいいかもしれないけど、インパス覚える頃にはもう倒しててもいいやっていう回避するよりは普通に倒そうっていう感じになるからね。金が300円も減った。よしで寝るか、一回寝よう。あんまりマジックパワーとか使ってないけど、なんとなく寝よう。40円。いや、これはピラミッド攻略がちょっと先行きが不安だな。こんなんでさ、魔法使えないって言ったら相当きついぞ。もうあかねちゃんが何の役にも立たなくなるからね。ほら、うわー、火の息もね、全員だからね、何目に痛いんだよね。あそこの3つの宝箱がさ、仮に全部人食い箱だったらさ、かなりきついよな。ちょっと先にこういうところを調べてこう。空っぽ。なんか残念やら安心したやら人食い箱っていうのが一番怖えかんな。
おっとっと、空っぽ。もうここら辺のものは開けられてるんだろうね。で、人食い箱の宝箱を開けてみんなやられるみたいな。チェーンクロスでいいな。ここが使えるかどうかだよ、魔法。その地下に行かなければ魔法はね大丈夫だったような気がするんだけど、ああそうだね、寝ちゃったね普通に魔法大丈夫なことが証明できたけど、その代わり寝てしまった。効かなかった。うお、カエルに効かないって。お金が貯まったらももちゃんにホーリーランスを買ってあげるか。で、右から行くか。じゃあ変な像があるね。このピラミッドに眠っている王だろうか。階段がある、上に登っていきましょう。で、まあ、とりあえず下から行くか。いやマジわからん。ボタンのあれとかはなんとなく覚えてんだけど、階段を登って、で、ここにねボタンがあるんだよね。小さな丸いボタンがある、押してみますかと。まあいいえ、東の東で西の西なんで、これが東の東じゃないですか。今押したよねで次が西側の西ってことなんですよ。西の西。あれ間違えた。これどこ、西の東、東の東。え、東の東の西の西って言ってなかったっけ。宝箱ある、イエーイ、賢さの種。ピラミッドは複雑だね。ただ敵の出現率が高くない、今のところ全然出てきてないんだけど。え、このフロアは敵が出ないとかそんなある。さっき押してなかったのか、やっぱりカチャって。東の東、いやもうカチってなったよね。で西の西、え、西の西ってこっちでいいんだよね。西の西、あほう、大丈夫大丈夫、さっき押してなかったんだやっぱり。マミー、しかも分かれてるし。今装備してるのは刃のブーメランで、そうするとゆずちゃんもブーメランにしよう。でここは多分イオが行けるはず。まだ地下に行くとね、うわ仲間腐った死体とか、マジか。しかもマミーってさ、見る男より強いんだよね。刃のブーメラン、いいねいいね。でももちゃん、うわ仕留められないか。まあいいや、このままブーメランでいこう、あと1体だし。いやブーメランのあるなしで全然違うねやっぱり。でこの上ですね、確かここら辺に扉があったんですよね。うおー、いっぱい出てきた。まあ、これもブーメランブーメランでいこう。後ろのやつかな。で、いいよ。まあ、ゆずちゃんね、攻撃力早いんで助かるけど、あかねちゃんとね、ミックスがもう本当に先制取れるくらい早くなってもらわないと、ちょっとダメージ効率が良くないんだよな。ただこれだけの敵を1ターンで一掃できるのはでかいな本当に。スタミナの種で魔法の鍵ゲット。でそうか、一応盗賊の花で見るか。宝はもうない。じゃこの回はもう全然大丈夫ですね。で一応この回も見ますか。宝はもうないので、下に下がって、あとはねちょっとね、まだ取ってない宝とかを
取りたいんだけど、黄金の爪がねめちゃくちゃ時間かかるんだよね。一応ここも見るか。そういえば5個、人食い箱とかも合わせてだろうけど、まあ、例のねブツは取ったんで、魔法の鍵当面の目的は果たしたんだけど、笑い袋か。鋼の剣にしよう。ゆずちゃんもここはチェーンクロスでいこう。でここはヒャドだな。おお、こいつもスクルト唱えてくるか。37、まあそれなりだね。ただヒットポイントはそんなないか。350円超金持ちだ。経験値全くないけど。はい、一食い箱どうする、これマジで。まあ攻撃のこれラリホーとか効くのかな。スクルト唱えとく。甘い息、よし。とりあえずミックスが眠らなければなんとかはなる。え、他3人寝たの。どうにもならんわ。よし、ゲーかわされた。マジかよ。ももちゃん逆に眠らせる。スクルトガー104。早くないこいつ、なんでこんなに。一食い箱はまだ眠ってる。よしよしよし、目を覚ました。しょうがない、目を覚ましていた。一回攻撃するとやっぱりあれだね、目を覚ますんだね。いや俺も98食らうのか。ゴリオスしかない。もうあっぷんね、もう上の宝箱とか開けらんねえわ。生き返らせらんないからね、リレミトが使えないんだよな。ルーラ要員も2人死んでるから、これはキメラの翼を使用せざるを得ない。よし、なんとか運よく敵には遭遇しなかったね。キメラの翼が1個しかないのか。調達するか。マジ人食い箱とか何なんだ。ラリホーは基本攻撃すると起きるね。だったらマヌーサとかの方がいいのかな。ちょっと読めないからね。まずはちょっと最優先で蘇らせよう。ミックスちゃん130円、安い。レベルが低いからか。でさらに蘇らせないといけないんで、生き返らせる。金ばっか使うな。150円。人食い箱じゃなくて笑い袋からもらったゴールドをそのまま蘇らせるものに使ったね。あとはキメラの翼を回収しましょう。キメラの翼1個、いや3個くらい道具袋に置いとく。で袋と、で一応寝ますか。またピラミッド探索か。あ、魔法の鍵手に入れたからね、ちょっといろいろ漁りたいんだけど、まあ漁るのは次回にしますか。ちょっと時間的に。だから次回は、魔法の鍵でいろいろ漁って、かつさらにそこから黄金の爪だね。黄金の爪のさ、情報ってなんか誰もくれなくない？なんか誰か情報くれたような気もするんだけど。地獄のハサミ、こいつは硬いけど刃のブーメランで一回攻撃しとくか。でカネちゃんはもうギラでいこう。魔法トーンを唱えてくるやつはいないからね。ほらどうよ、9とか。そりゃさ、スクルト唱えられたらさ、ダメージ通らないわな。23、だいたい30くらいか。いやもうももちゃん通らないわ。で4、よしよしよし。で、あの上の宝箱も取る。すげえ人食い箱っぽいんだけど。その前にまずはもうちょっと見てないところを見ますか。これ上行こう、何にもねえし。あれ、あの上ってどうやって行くんだ。あ、外壁から行くのか。開けよう。じゃあ空っぽか。まあ人食い箱じゃなかっただけマシっていうところか。で一回落ちるんだ。そうすると一回落ちよう。で一回落ちた後にこれ上行くとどうなの。何にもない。
あー、なんかあるね。あそこはね、ちょっと待って、刃のブーメランで、ブーメランにして、攻撃の攻撃だな。そうすると、あかねちゃんはあれだね、毒針の方がいいかもしれないね。一撃必中にかけて、そうしよう。まあ、ただちょっと今回ここには行かないんで、ね、階段があるんですけど、ちょっとここはあれ入っちゃったあ、そもそも魔法の鍵がないといけないけど、もう魔法の鍵は持ってんのか。ちょっと次回に回しますと。ミイラ男部隊だったら大丈夫でしょう、これで。ダメージめちゃくちゃ食らうね。いや1とかまあダメージ5 47、やばい、狙われたら死ぬ。なんでこんなきつい戦闘になってるんだ。よしよしよし。でホイミは唱えられないはずなんで、薬草だな。薬草は2つ使わないと回復しないか。もう1個だな。で全開と。怪しい影、これもブーメラン、ブーメランでいこう。毒針はあれだよね、しまっちゃったまんまだよね。まあしょうがない。ミイラ男くらいだったらなんとかなるか。ゲッ魔法トーンとか無駄なんだけど呪文唱えられないところに魔法トーンかけようとするなんて。でここの階段から左の外壁を伝っていけねえし、え、どっから行けばいいんだ。こっちから行けるのか。そうすると、いや全然行けないわ。いや、あの上にどうやって行くんだか分からん。もう一回普通に行くか。だってこれ右は何にもなかった。でここら辺も何にもない。なんかここら辺から王様がどうのこうの、ここもう何にもない。隠し通路的なものでもないしな。じゃあ一回登って左の階段から行くのか。こっちの方ってこと。あそこに階段があるね。あそこを目指せばいいわけか。こっち左は行き止まりではなかったか。なるほどなるほど。よし。で宝箱、また人食い箱とかだったらやだな。どうする、一応開けるか。はい、人食い箱マジで。攻撃の、ちょっと待って、鋼の剣にしないと。で、イズッチはチェーンクロスにするでしょう。マヌーサだな。で、ここは魔法が通じるけど、スクルトとか意味あるか。まあいいや、やろう。ガマヌーサ要因が、せめてマヌーサが入ってれば、ちょっと違ったんだろうけど、2発で死ぬくらいの防御力があれば、なんとかなるんだけどな。ガー、ゆずちゃんの防御力でもダメだったか。これどうする、もう一回スクルトを唱えるか。甘い気、よし、自分が狙わなければなんとかなるはず。右の宝箱を開けるべきか。これ人食い箱だったら確実に終わるね。まあ終わるけど開けよう、空っぽか。でそのまま進んで、これも取ろう、小さなメダルゲット。とりあえずもう大丈夫でしょう。一回リレミトで脱出して、じゃあ蘇らせて、何回何回この教会にさお世話になってんだろうね
この神父さん毎回来るたびにさ、また死んでんのみたいな。ただね、お布施はすごいしてるんで、めっちゃ儲かってるよね。いや、ここのさ、教会にもう1000円くらい使ってるよね。1回につき、あ、でも1回につき300円。で、1、2、3回来てるから、やっぱり1000円くらい使ってるよ。で、もうちゃんと、毎回2人ずつだからね。いやでもさ、このさ、蘇らせるお金があれば、ホーリーランスとか買えたかもしんないね。というところで、じゃあ、今回魔法の鍵を手に入れることができたので、次回は魔法の鍵探索と、またピラミッドには黄金の爪が眠ってますので、黄金の爪を取りに行きたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。